はい、じゃあね、今回も続きをやっていきたいなと思いますので、まあ、前回あれだね、武田を滅ぼしたと。メンバー紹介いっちゃいましょうか。山形さんね、仲間になったんですよ。めちゃくちゃ強くない？あとかっこいい、かっこいい、本当にクール。佐竹さんまだ25歳、若いね、俺と一緒。本庄さん、武田勝頼、武田信玄の息子だね。まだ26歳なんだ。意外と若いんだね。意外と若い。村上義清ね。結構上杉謙信の宿敵として有名だよね。まあ敵になった後に仲間になったけどね。レク、斎藤さん。甘春、団蔵、馬場さんね。馬場さんめちゃくちゃ強い。武田信玄、もう五角形が異常じゃ、ペンタゴンがすごいよ。ペンタゴンが、まあ、こんな感じでね、いい武将がめちゃめちゃ揃ってるから。あ、真田昌幸ね。もうこの時25歳なの。歴史に残る名軍師ね。名軍師、諸葛孔明ですよ、戦国時代の。そうしたらね、この黄色のバカども、ここの山、福島県、ちょうど福島県でね、ちょうど福島県を治めてるバカどもをね、ぶっ潰していきたいと思いますよ。今回はもう一方的にやるから、うちのオールスターで。はっ、人口が全然いないな。はっ、人口がいないところは足軽を雇って承知いたしました。補填しよう。剣心は今ここにいるんだね。頼もしい武将がいっぱいいるから一旦後ろに下がったのかな。仏罰敵面、どこだ。仏の怒りを恐れなさい。うちだ。こっち来んなよ。ご命令を。バカどもはどんなもんなの。神前はマイナス71か。これ
3ヶ月もまた来るぞ。もう今のうちに攻め滅ぼすかこいつら。ちょっとリスクだけど。でもなー、今兵力は東に割きたいんだよな。できればこの3つ手に入れたい。ロイヤリティは問題なしかな。ちょっと福島は制圧しよう。この戦、我が掌中にあり。手を貸そう。手を貸してやろう。まあ、裏切り者というかね。こいつらはもう、ボコボコしてますよ。すごい、見てこれ。2900、1万体。当たりたいんだけど、この辺をロチョロするの。ロチョロ。信玄、武田信玄が出てくるね。怖いもないよね。我ら行動を行かん。南からはね、どんどん進めていきますよ。許さないと決めたので。ご命令を。承知した。この辺は順調にレベル上がってきてるね。400人しかいないの。承知いたしました。はっ。承知いたしました。この辺のさ、兵力が少ないとさ、いざという時に負けちゃうからな。承知いたしました。南から徳川来るからね。これは決戦してくれ。行くぞ。
ならやってくれるのか。手前に出てこない。そこ、ここ来ない。ここダメかいな。いや、行くだけ行ってみよう。いい、どうせ雑魚だろ。手段は選ばぬ、勝つためならな。表情を行う。計りごとならばお任せよ。これにて表情を終える。で、いざ、どうなるのよ。参るぞ。うろちょろするのじゃダメなのかい。やるのもありだね。多分移動する間にレベル上がるから、こっちも1万5000ぐらいでいいや。もっと強いやつ。連れてくるとね、いい仕事するから、影勝は連れて行こうよ。一応全員歩兵で1万5000。出陣する。出陣。続け。我が野望。危ねえ。織田信長が攻めてくるかと思った。動かざること山のごとし。ゲッチ。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。クソ坊主。我が領内に敵が迫っております。舐めやがってマジで。さあ、なんか戻ってくるの待とう。手段は選ばぬ、勝つためならな。
毘沙門天の加護があるよ、うちには。戦場ちっちゃいね。相手は1234部隊。出陣じゃ。行くぞ。参るぞ。ゲチよ、始めるぞ。覚悟しろ。ゲチよ、さあ行こうぜ。始めるぞ。参るぞ。御仏の導くままに始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願おう。まあ適当に行った行為してください。やられないで。お命令を。多分一部隊あたりの兵力は相手の方が上だから。我が命に従え。バカ。落とし穴。敵の居所を知れました、ね、ゲチよ、ゲチよ、さあ行こうぜ。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、みんな力を合わせよ。ゲチよ、始めます。ゲチよ、作戦変更だね。ゲチ、叩き潰せ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。命令してくれ、始めるぜ。ご命令を。敵の居所を知れました。始めるぞ。我が命に従え。始めます。ご命令ください。始めるぞ。ゲチ、始めるぞ。やりたい、前へ。ゲチよ、始めるぜ。敵の居所知れました。後ろからやばい、来やがった。ゲチよ、下がろうぜ。始めるぞ。さあ行こうぜ。ご命令ください。始めるぞ。命令してくれ。さあ行こうぜ。お前らまだ、お前らまだか。負け戦かよ。ゲチ、覚悟せよ。ゲチ、ご命令を。お覚悟願おう。覚悟してもらおう。みんな力を合わせよ。横槍を入れよ。このままだ。ご命令を。ゲチ、ご命令を。ゲチよ、さあ行こうぜ。御仏の導くままに覚悟しろ。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、始めます。
叩き潰せ。やりたい前へ。ゲチよ、さあ行こうぜ。叩き潰せ。君たちも隙を見せた。僕の大事な城をね、攻めやがって一人ね、家臣の首を切りやがったけど、君たちが命令でやったってのは分かってる。命令でね。かかり乱れる竜を掲げよう。だから親玉の首を持ってこい。やりたい。それで許してやるから。叩き潰せ。この攻めかわしてみせよ。大将、お前らのお殿様の首を持ってこい。許してやるから。それでやりたい前。やりたい前。やりたい前。隙を見せたな。やりたい前。己が進む道、自ら定めるべし。じゃあね、一人やり返すよ。核を取ったわ。首切りました。行くぞ。我が義を示す。ほら、使いの者が来たようです。おお、なんかうちに侵入してきた。ああ、いいよ。よくわかんないけど。許されざる者よ、滅びるがよい。よーし、参るぞ。繰り返したね。進め。なんか狭いね、土地が。籠城ですよ、徹底的に。頼むよ、真田。あー、包囲網だー。おー、包囲網食らった。飽きないよ、始めましょう。これ相当やばいね。かしこまりました。現在の外交状況をお知らせします。周りすべて敵となっております。どうすんのこれ。どうすればいいの。少し取ったけどさ、やばすぎるよ。これね、何がやばいって、こっから攻めてこられちゃうんだよね。もう強制的にみんな攻めてくる。うわ、徳川もじゃん。うわ、もう徳川家康も攻めてくるじゃん。おーい、本願寺も。え？てかこっちの部隊どうした？え？退却した？嘘だろ？いつ？え？意味わかんない。なんで？え？何のバグ？退却なんかしてないでしょ。え、城取られちゃうじゃん。どういうこと？は？え、なんで？
とにかくピンチってことだけはまあ言える。ちょっと待ってよ、戦争の前に国衆使って ナイスアシスト。我が力を貸そう。不義の輩、天に代わりて成敗いたした。お、南部が攻め込んでくれたね。我が力を貸そう。周りの同盟国はサポートしてくれてる。おお、ありがてえ。我が力を貸そう。周りがめちゃくちゃサポートしてくれてるよ。敵が迫っております。織田信長が攻めてきた。そこか、そこならいいよ。上げる上げる上げるから止まってくれ。あ、でも有利に当たれるんだ。あー、9600のこの舞台で果たしていけるのか。このルートで行こうか。出陣する。多分特殊能力使えば6部隊でも勝てる気がする。あれ打ち返したらでかいよ、正直。問題はここだよ。なんで退却してるんだよ。このバグ本当に意味わかんない。へえ、いないもん。武田信玄とか、え、信玄とかどこ行った。信春とかさ、佐竹さんとか、え、ほんと何やってんの、意味わかんないんだけど。この勝利、毘沙門天に捧げる。参るぞ。進め。参るぞ。進め。参るぞ。進め。マジでこっち頑張ってくれ。な、何この変なハンデ。一部隊いなくなるっていう。何、海にでも沈んだ。うちの武田信玄隊海に沈んだ。
味が分かんない。なんだ。参るぞ。出陣する。敵が我が領内に向かっております。あーダメ、それダメ、それやられちゃうときつい。行くとしましょう。1万出るか。出るね、一応出るよ。その飛騨高山で1万出したい。敵が我が領内に向かっております。いやもう勘弁してくれ。52日25日。まあなんかすればいけるかな。待機せよ。皆さん見てください、いなくなった部隊が城に逃げ帰ってました。いなくなった部隊が、こいつら首切ってやろうか。命令違反だよ、命令違反。するんだよ。城全部取ってこい。参るぞ。進め。あ、ここでもう当たりそうだね。ここで必殺。我が義を示す。戦争の時に人数が増えます。表情を行う。かような策はいかがでしょう。これにて表情を終える。助かる。農民のロイヤリティ上げよう。もう皆さんのおかげで戦争できてます。
ご命令を。君にかかってるよ。1万で3万6千打ち破ってくれ。天も人も俺に背くことは許さぬ。うわぁ、最悪の戦いがやってきた。それでも1万2000か。織田軍を相手って考えると少なく感じるな。これが信長、織田信長なんだよね。全員右に集めて一気に取りに行くか。てか人数のばらつきありすぎだろ。行くとしましょう。ご命令を。始めよう。さあ行こうぜ。覚悟しろ。ご命令を。部隊の質は悪くない。軍隊の質は悪くない。始めます。ご命令を。超速攻で決めるしかない。始めるぞ。君はもう頑張って逃げてください。ジグザグに逃げろ。ジグザグに敵のめせ。君はデコイだ、デコイ。あー、デコイがやられた。デコイが落とし穴に落とし穴にはまってる。終わった。あいつは死んだ。あいつもうやられるな。敵の居所が知れましたな。敵に見つかったってことはもう行くしかない。もう行くしかない。さあ行こうぜ。ご命令ください。君はこの剣覚悟しろ。ゲチよ、この主力3部隊で始めます。ご命令を。始めるぞ。殺す。ゲチよ、始めよ。叩き潰せ。デコイがどのくらい効くか。叩き潰せ。叩き潰せ。やりたい前へ。しまった、こっちか。覚悟せよ。ご命令を。お覚悟願おう。ご命令ください。覚悟しろ。
命令ください。覚悟しろ。やりたい前へ。敵の居所が知れました。いた、信長いた。ご命令ください。覚悟しろ。狙え狙え、もうこいつだけ狙え。月、覚悟せよ。ああ、逃げる逃げる。油断したか。くっ、油断したか。ダメ、行くな。ご命令くだされ、始めよう。手前からやっていこう。作戦失敗だ。攻めよ。敵の居所が知れましたら覚悟せよ。やりたい前へ。ゲチよ、始めるぜ。ゲチ、お覚悟願おう。ご命令ください。始めよ、叩き潰せ。やりたい前へ。力負けするとはな。兵の数は勝ってるんだから。始めます。ゲチュ、覚悟しろ。ご命令。大将の必殺技、必殺技を使おう。覚悟願おう。覚悟せよ、ゲチよ。さあ、行こうぜ。やりたい、前へ。敵の居所が知れましたか。ご命令ください。叩きのめせ。やりたい、前へ。ゲチ、お覚悟願おう。叩きのめせ。やりたい前へ。ご命令ください。覚悟しろ。ご命令を。お覚悟願おう。行け。同士討ち。覚悟は良い。敵を同士討ちにするんだ。ゲチ、味方同士で戦わせるんだ。覚悟せよ。全員で突撃しろ。足止め。手置き食らわせてくれるわ。行けー。負けるとは。やりたい前へ。一網打尽ってこのことだよね。始めるぜ。ゲチ、始めるぞ。ご命令、お覚悟願おう。始めます。これほどと。かかれ。命令してくれ。バカ、ありえん。やった。ゲチ、お覚悟願おう。あ、なんか左から来ようとしてる。お前見張り、命をかけて見張れ。ゲチ、始めるぞ。ゲチ、お覚悟願おう。少し前進しよう。ご命令を。ご命令ください。叩き潰せ。負けるとは。油断したか。攻めよ。あぶねー。ゲチ、お覚悟願おう。ご命令ください。射程どんだけ長いんだよ。覚悟しろ。このままでは。攻めよ。やりたい前へ。始めよ。始めるぞ。攻めよ。何しやがる。
命令してくれ。始めるぜ。ご命令を始めるぞ。ご命令をご覚悟願おう。覚悟しろ。まさか破れるとは。知れましたな。邪魔だ。勝てるとでも思ったか。やりたい前へ。ここへ。覚悟せよ。やりたい前へ。やりたい前へ。覚悟しろ。やりたい前へ。ナイス。これで織田信長が逃げられないよ。今が好機。ご命令ください。始めるぞ。負け戦かよ。狙え信長を狙え。信長を狙うんだ。やりたい前へ。頼む倒してくれ。倒せ。やりたい前へ。ああ士気がなくなる。やりたい前へ。いかん。このままでは信長を倒せ。やりたい前へ。やばい必殺技使ってきた。ご命令ください。覚悟しろ。掴んだ勝機逃しはせぬ。ありえん。叩き潰せ。ゲチよ覚悟しろ。ゲチよ始めるぜ。何しやがる。やばい、もう士気がない。ご命令よ。お覚悟願う。ゲチよ始めよ。何しやがる。ご命令ください。覚悟しろ。全員で勝つしかないか。やりたい前へ。敵の居所知れましたな。やりたい前へ。覚悟しろ。やばすぎる。やりたい前へ。ご命令ください。ご命令よ。お覚悟願おう。攻めろ攻めろ。始めるぞ。頑張れ頑張れ。今が好機。いける。負け戦か。攻めてくれ。引くぞ。頼む。やりたい。頼む。時には大胆に攻め込まれ。よっしゃー、やったー。これほど残り60人。もう大好きだ真田。役の真髄未だ見えずか。真田大好き。見てこれ、もうボロボロの戦い、ボロボロ、もう両者ボロボロ。いや、よく頑張った。残り1。かたじけない。残り1人じゃないか。面白いな。いやー、よく頑張った。ありがとう。絶対勝つよ。織田なんかに負けるんじゃないぞ。
周りからとんでもない数で攻められてるんだけどもね。この後どうなるか見ものだね。この後どうなるかだいぶ見ものだね。ご視聴ありがとうございました。今日はここまで。